クジェレードは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカダコルーニャに属し、同県の中部に位置する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は28,737人。住民故障はカラーデンス。自治体内には、アコルーニャ空港があり、同空港は、自治体クジェレードのかつての名称、アルベドロをとって、アルベドロ空港とも呼ばれる。 ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は86.32%。クジレードはアコルーニャ県中北部に位置し、コマルカダコルーニャに属する。北はアコルーニャ、オレーロスと、東はカンブレと、南はカラル、セルセーダ、アララーチャと、西はアルテーショの各自治体と接している。自治体中心地区はクジレード教区のタリーオ地区。クジレードは アコルーニャ司法管轄区に属す。自治体市長は、ガリシア社会党の不オサクリスタンデディーゴン。自治体評議員は、ガリシア社会党、8、APDC、5、ガリシア国民党、5、ガリシア民族主義ブロック、3となっている。クジレードは11の教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。